ください。携帯電話など電波を発する電子機器類の使用は法律上禁じられております。止まってない。それでは短いお時間ではございますが、片方でも乗り出した。どうぞごゆっくりお過ごしください。止まり出した、止まり出した。ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。回りでした。ご質問がございましたら乗務員にお知らせください。 Ladies and gentlemen, we will soon be showing our safety demonstration. Please pay close attention.到着です。到着しました。初宮古島です。日差しがすごいですね。暑いですね。27度ぐらい。到着、到着ですか。あー、じゃあ何や、動画撮ってるんすね。動画動画動画やばいですよ。もうゆいちゃん離陸の時鼻毛抜こうとしてましたからね。ピンセットゆいちゃん動画撮っても大丈夫。到着、到着。さすがですよ、はい、うちの西山ゆい、はい、どうしたんですか。離陸の時にね、はい、ピンセットで鼻毛抜いてましたね。誰か誰か、わー、前山四郎さん、モヒートさん、昨日誰かがハッシュタグそんなつけてたよ。四キーって、モヒートです。前山四キー、そうそうそう、全部違う。モヒートさん有名人ってますよ。有名人。いや、でも一時期鶴子で俺が作ったヨヒートってモヒート出してました。アスタンケース入れますかって言われて、普通はでもキャップ巻いてくる、キャップ巻きましょうかみたいなの言ってくれますけどね。やっぱ取れないんだよ。佐々木さんのギターだけケースなし。裸で送られる。俺のむちゃくちゃ厳重ですよ。すごいですね。ダブルですもんね。ね、箱とキャップ、ね、その上に俺のプチプチも入ってる。すごい。なんかこの差は。なんで佐々木さんだけケースないんですか。大事なことは悲観だろうって思ったの。すげえ。カバンの方が厳重になる。カバンめっちゃ厳重。間違えた。ガチよ。何奏者だろう。やばい。リコ君みたいなカバン持ってるんです。これはもう帰参しゃあさなあかんやつですね、これね。